今日は、ばあちゃんは朝からというか昼からですけど、恵方巻き作ってくれました。ばあちゃんの言うところの恵方巻きで、ということで今日はですね、ちょっと NT 真実6時さんに教えていただいた炊飯器レシピ、略して炊飯器を作ります。チキンラーメンありますけど、チキンラーメンをこの、炊き込みご飯と炊くという、炊き込みご飯じゃない、チキンラーメンをご飯で炊いたら美味しいというレシピを教えていただきました。これを作っていきます。ばあちゃん、ほんでこれ一生懸命作ってくれたら、あ、ちょっと持って取るの忘れちゃったき、ちょっと持って、もうそれやって切るとき、切るときしたらいい。今いかん、でも洗わないかん。うん、そうか、じゃあいいや。綺麗な花があったね。思うように入ってくれ。うん、上等よ。あ、これいや、はい、持ってご飯つぶ、はい、それ何でしたかね。恵方巻き。え、恵方巻きちゃんと言えた。はい、ということで米を洗っていきます。浄水器の水、一番先水を容器で吸うということなんで、浄水器の水を使います。よし、もうこれ米ぬかいるんじゃないのかな。しもた、今日、古吹き大根を作るということなんで、この小麦汁をちょっと捨ててしまったけど、置いときます。ちょっと捨てたからあんまりないけど、よし、これでザルにあげとく。よいしょ、よし、これでいいか。よし、じゃあこれで30分ほど置いておきます。さあ、もうこれ30分以上湯に置いたんでいいと思います。これで炊飯器に入れますね。はい、炊飯器に入れてお米を、はい、このチキンラーメンをバラバラに砕いて入れるということです。かわいい入れ物。さあ、どうやって砕こう。これでもこれ中に入ってる状態で入ってたらバラバラに細かく砕けるんちゃう。そうそう、そうやそうや。チキンラーメンってそもそもスープとかなんか薬味とか入ってないんですかね。すぐ美味しい、すごく美味しいってよく聞きますね。スープとかなんかこう調味料とか入ってないですかね。なんか手応えないけど。バラバラになったと思います。はい。で、ここ開け口って書いてあるんで、必ずここから開けてください。絶対。よいしょ。はい。入れていきます。すぐ美味しい、すごく美味しいということで。はい、入れてきます。お父ちゃんのおじいちゃんが頼んじゃったもんじゃねえ。混ぜた方がええんかな、勝手に混ざるんかな。こんな感じですわ。混ぜる、混ざる、混ぜる、混ざる。2合のところに水を入れやなあかん。ほい、これぐらい。はい、オッケー。ではこれで炊くと、はい、53分しばしお待ちを。しまった、ニアミスで過ぎてたということで、はい、じゃあ蒸らします。5分。よし、スタート。まあまあこんなこともありますわ。10、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、なりました。
ちょっと一瞬コーヒーメーカーに気を取られてた私です。はい、イエーイ。ということでオープン。ほいっ、いやーどや、うん、混ぜていきましょうかね。こうていていて、あ、米の硬さもこんな感じでいいんじゃないでしょうか。ほうほうほう、あー、ええ香り。パンパンに詰めてやね。はい、いいですか、いきますよ。てい、ほい、できました。チキンラーメンご飯。あー、形崩れしそう、というか崩れとるやん。こんな感じです。わっ、これ崩れてる。ちょっと、せっかく綺麗にしたの崩れとる。あ、あかん、これ、わっ、わっ、あー、あー、しまった。うん、さあ、教えていただいたチキンラーメンのどんどん言うてるそばから崩れてってる。どういうこと。まあ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 、ご飯自体はこんな感じです。どうしてこうなってるか突っ込まないでください。では食べてみます。今日の昼ご飯です。いただきます。あ、水加減はちょうどよかったよね、これ。うん、うん、チキンラーメンに味がついてるから、本当にチキンラーメンを細かく砕いて入れただけやけど、なんかしっかり味が豪華飯にもついて炊き込みご飯っぽくなってる。普通に美味しい、これ。このラーメン自体が水がしっかり入ってる部分と入ってない部分があって、この米もちょっと固めなのがまだ美味しい。あ、コーヒーがまたうまい、これ。コーヒーメーカー神。まだちょっとしたこのおこげが美味しい。日清食品さんなんや。 WFP 国連世界食糧計画。国連 WFP は飢餓と困貧の撲滅を使命に活動する国連の食糧支援機関です。日清食品は国連 WFP の学校給食支援を応援します。世界の子供たちに食料と希望を届けます。うわ、素晴らしいですね。素晴らしすぎる。炊飯器、簡単にできるチキンラーメン炊き込みご飯でしょうか。めっちゃ美味しい。上等に美味しい。ちょっとした時に、あの味わいとか、あのなんかこう食事の感じ変えたい時に、ちょっとした工夫でこれいいんじゃないですかね。ありがとうございます。ということで、簡単にできるレシピお待ちしてます。またいろいろ教えてください。ばあちゃん食べるかな。ちょっとばあちゃん、ばあちゃん、じいちゃん、ばあちゃん、おなかね。どこ行った二人とも。ダメ、二人ともいないんで、これにて。いや、でも美味しかったぞ。はい、失礼します。ちょっとね、え、自分が入れる。あ、まあ自分で入れてみたいわ、食べる場、うん、ちょっと味を見てみて、はい、で正直な感想を言うて、昨日のあのキャロットライスとどっちがいいかも踏まえて。昨日のは今日も食べたきね。うん、残っちゃったき。ご飯硬そうなね。うん、ちょっと硬めぐらいの方が美味しいと思う。どらどら。うん、まあ正直なことを言うて、こらが麺入れて炊いたの。まあまあ食べてみて。どら、いただきます。うん、うん、変わった味。
あんまり思ったような感じじゃなかったかね。うん、味が悪いことはないよ、うん、こんなのもあったらいいと思うけど。そうそう、はい。けど今日のご飯ちょっと硬い、ちょっと硬めに体重わざと、うん、うん、まあまずいことはないよ、うん、どうぞ了解です。ゆっくり食べてください。何と何を入れたの材料？ご飯炊くのにこのチキンラーメン入れただけ。これもうちょっとご飯がやらかったもっと教えたもん。うん、まあまあそれ好み焼きね。俺は硬めの方が美味しいけど、うん、硬味でいいと思うよ。うん硬味ばっかりやね